成人式のお祝いにおじゅうず売れております。一生の記念になりますよ。金箔が吹いてもはげない国産仏壇。お仏壇の販売が天職が田幸期でございます。2023年1月の7日土曜日。今5時50分。 外は外気、一度雨が降っております、朝動画でございます、はい、まあ、あのもう無事期にです、ね、成人式がやってまいりますですね、あのやはりですね今の時期になると、ですね実は成人式のお祝いでお数が売れております、これ女性用、あの男性用もですね各種こうやって取り揃えております、やっぱこれ一生の記念になっていいですよ。 私はそれを思い、まあ、やっぱあの、なかなか若い方が自分でお術を買う。大体、お術っていう概念自体がないですからね。買われないことも多いと思うんですけど。ですから、やっぱりこうやってですね、それとっおじゅはですね、一生使うんですよ。これは、まあ、あの、例えば、ここにありますけど、この、糸房は交換ができます。も、ま、う、あ、とってもできます。そうするとですね、このお術は一生ものなんですね。ですから、いいお術をですね、こうやって子供様、お孫様にですね、こうやっており、 譲られてで、それをですねお孫様が一生使うで次は今度は子供さんの代にそれを使うと。糸房を交換しながらですね。これはもう100年使えますのでですね。100年年中。まあ、そういう形でですね。いつまででも子供さん、お孫様の。 やっぱり脳裏に残りますよねおじいちゃんおばあちゃんがこれくれたんだお父さんお母さんがくれたんだってこれ一生の宝物になると思いますですから今の時期ですね成人式のお祝いそれとですねあのよくあるのがですねちょっとすいませんね横にちょっとあれしますけどやはり多いのがですね結婚のお祝い卒業入学のお祝いですね就職のお祝いというのも実は多いですあの春年授という言葉がございます これはですね、あの春、まあ、春財布ってもありますけどね、春お寿司を買うといいことがあるという、この縁起物という意味がございます。はい、で成人式のお祝いお寿司、今売れております。プレゼントに最適です。あのやはり当店ですね、私がこうやってあのネットで発信してるでしょ。これを見てご来店いただいております。本当にありがとうございます。はい 一生の記念になりますおじいちゃん、おばあちゃん忘れて、あれ一生覚えてらっしゃると思います、そのおじゅを使うたびにですね。はい、であのお守り年中でございます。ですから、そういう形でですね、あの各種、こちらは男性用、いっぱいあります。でこちらが女性用ですね、各種ございます。あのこちら こちらにあるのはこれは比較的お値段がお手頃なお術ですね。これいっぱい。この下には女性用がいっぱいありますけども、ちょっとカメラの関係で見えませんけどね。各種在庫を取り揃えております。でもちろん、包装のし、対応いたしますので、一つ、皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運を終わってん、お祈り申し上げます。